レディアル・バローザは日本の競争馬。馬名の意味は冠名にイタリア語で、バラ色の夜明け。主な勝ち倉は中山品馬ステークス。京都の芝1600メートルの新馬戦で、熊沢重文安城でデビューし、7番人気で3着に、検討する。2戦目の阪神の未勝利戦で逃げ切って初勝利を飾った。初戦の勾配ステークスは出遅れて4着に敗れ。 続く500万下は一番人気に押されるも2着に、赤敗。フィリーズレビューは、先行を粘って3着に入り、大賀賞への優先出走権を獲得したが、本番の大賀賞は11着に惨敗する。この後1000万下の東京のエーデルアイスステークスは、頭座2着に赤敗。阪神の1000万下の三の宮特別を、首座差し切って3勝目となり、秋へと備えた。 しかし、秋五戦は準オープンのユートピアステークスの2着が最高で勝利を飾れなかった。2走した後に2月をもって、池江アスロー調教師が定年となり、3月1日より、笹田和秀9社へ、天馬屋となった。その初戦となった、中山頻馬ステークスは10番人気だったが中段から、最後の直線で抜け出して4勝目が、重賞初制覇となった。 管理する笹田調教師にとってもこれが重症発生派となった。続くビクトリアマイルは3番人気だったが先行粘り込んでアパパネ、ブエナビスタに続く3着に検討した。その後の4戦は朝日チャレンジカップの3着が最高だった。京都品バステークスを受けての中山品バステークスは逃げ切って連覇を果たした。しかし阪神品バステークスは10着。 ビクトリアマイルは先行するも9着。エプソムカップでは、道中高位追走も、直線で伸びず12着に惨敗する。京都頻馬ステークス11着を最後に、3月16日付で競争馬登録を抹消、引退した。引退後は、K.I. ファームで繁殖頻馬となる。ありがとうございます。